上智子君消費税の増税に伴う軽減税率インボイスの制度について今日はお聞きをいたしますそれでまず財務省にお聞きしますけれども、えー、2017年の4月から消費税は8%から10%に増税するとしていますで同時に軽減税率が導入されるのに伴って2021年から インボイスを導入しようとしていますが、あのインボイスというのはどういうものなんでしょうか矢野審議官。お答えを申し上げます、適、え、格、ーえー、請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度でございますが、えー、複数税率のもとにおきまして、例えばですが、売り手が軽減税率で申告をし、買い手は標準税率で仕入れ税額控除するといった事態が発生しないように、 事業者間の相互けん制によりまして、適正な税額計算を確保するための仕組みとして導入するものでございます。具体的には売上税額や仕入れ税額につきまして、適格請求書の記載通りに計算する仕組みでありまして、このため、課税事業者のみが適格請求書を発行できる仕組みとするということになっております。えー、そういういいものでございます上君 あのまあ簡潔にはしてほしいって言ったけど、ちょっとあまりにも簡潔すぎて、ちょっと一回聞いただけじゃよくわからないなっていう感じがあるんですけど、もうちょっとあの丁寧に言ってもらえません？矢野審議官、えー。そうですね。あのまあ紙くだいてと言ったりするようですが、あの実業界の方におきましては仕入れをして えー、そして下ろしていく、あるいは消費者に売るという形を取る場合が多いわけですけれども、その時に仕入れるときに、えー、今までは1本の税率で仕入れをして、1本の税率で売り渡すと、これ相手が事業者か消費者がありますけれどという形を取っておったわけですが、それが複数の税率になりますために、えーたまあ、標準の税率か軽減の税率か、いずれかどちらかで仕入れをし、 標準の税率か軽減税率かいずれかで売り渡していくという形になりますけれどもその,あの内訳がどうであったのかということがあの放,っておくと放っておくとというとちょっともう平易に過ぎますが分からなくなってしまう,うするとものすごく平に言えばその高いものでより多く買って安いものでえたくさん売りましたという形を取ればあそれはあの経費が課題に計上されたり 売上を過小に計上できたりということができうる、今までの単一税率ではありえなかったことが起こりうるわけでございますが、そういうことがあってはならない、えー、わけでございまして、そういうことを排除するために、これはもう欧州諸国にいくたの先例がございますけれども、仕入れたものが8のものと10のもの、それぞれがいくらであり、売ったものの中が8のものと10のもの、いくらずつであったかということがきちんと明確にわかるように、 印を残すそのために存在するものがインボイスでございます。神君、はい、少し少しはわかりやすかったですけど、<や> <laughs> あの要するに複数の税率っていう話がありましたけど、事業者が行っている経理のやり方で、あの消費税率が8%、10%、8%というあの品目ごとに異なるということが出てくることから、適格請求書等保存方式というまあインボイス。 を発行して納税額を正確に把握するっていうことですよね。要はで農水大臣にお聞きします。えっ、ー、と来年の4月から実施される軽減税率とこの2021年から導入されるインボイス制度は、えー、生産者や農林漁業者にどういう影響を与えるでしょうか。森山大臣。上院にお答えをいたします。 まずあの軽減税率制度が導入されますと複数税率に対応した区分経理が求められることになりますので事務負担が増えることになると思いますさらにインボイス制度が導入されますと免税事業者からの仕入れにつき,つきましては仕入,れ税仕入れ税額控除ができなくなることから 免税事業者が取引から除外されるのではないかとの懸念の声があるというふうに認識をしております、まあ、このため関係省庁と連携をさせていただきまして制度の周知や相談体制の整備を図ることが大事だと思いますし農産物流通の実態を踏まえて農協や卸売市場が請求書を代替発行できるようにするということも 大事なことだとだ考えておりますし、インボイスの導入までに4年間の準備期間を設けることなどによりまして制度の円滑な導入に努めてまいりたいと考えております。はい、上君。事務、まあ、負担がですね、増えるということをおっしゃいましたしそれから免税事業者がいろいろなこう、あの 何てううんでしょうか面倒な事態ということもお話にはなっていると思うんですけどもあの農家がです、ね、生産するのは食料品だけじゃありませんよねで多岐にわたると思います、例えばお米や花などを生産している農家がどうなるかなということなんですけどもそれでちょっと財務省にもう一度お聞きするんですけども例えばチューリップなどの観賞用の牡蠣を出荷する際にかかる税率というのは何パーセンになるでしょうか。の審議官 お答え申し上げますご加門でございますがあの、今般の税制改正法案におきましては、軽減税率8%の適用対象となる飲食料品につきましては、えー、酒税法に規定する酒類を除きます、あ失礼しました、はいはい、あのあいませんこれ、総論を申し上げているんですが、要するに、えー、食品表示法に規定する食品。 という、まあ、そのうち酒とかを除くということを申し上げたことをしたんですけれど食品表示法に規定する食品、これが対象、軽減対象でございます、で軽減税率の適用対象となるか否かにつきましては、さらに申しますれば、事業者が商品を販売する時点におきまして、この食品表示法に規定する食品、すなわち人の飲用、または食用に供されるものであるか否かによって判断されることが原則となります。 一般論として申し上げますと、今ご指摘にございましたような、食用の花みたいな、花といって、普通の花はもう10%ですけれども、食用の花もあるではないかという話になってまいりますと、これは人の食用に供するものとして、販売時点で販売者の意思を持って販売されているということですので、軽減対象8%ということになりますし、観賞用の花でありますと、これは人の食用に。 供するものではございませんので、食品ではなく、食品表示法の対象外10、10%の適用ということにありなります、いずれにつきまし、えー、いたしましても、軽減税率の適用対象となるか否かにつきましては、個別具体の取引の対応等を踏まえまして、個別に判断をしていただくことになります、その点はご理解をいただきたいと、そうします。神友君えっと今聞いいいたたたたことにもののすすごくたくさんん答えていただいたんですけどあの鑑賞用の花は 十パーセントとということですよね次にまた聞くんですけど、それじゃですね、お米なんですが、お米というのは食用に出荷するものもありますけど、飼料用に出荷するお米もあるし、お酒用に出荷するお米もありますよね、いろいろ用途によって使い分けられるわけですけど、これ、それぞれですね食用、それから飼料用、それからお酒用、これはあの税率がどうなるか、それぞれについてお答えください。矢野審議官 えー、一般論として申し上げさせていただきますと、ご指摘のような食用の米、あるいは酒造用の米、これは人の飲食に供するものとして事業者から販売されます、従いまして食品に該当いたしますので、軽減税率の対象8%という整理になりますし、一方で、飼料用の米は人の食用に供するものとして販売されるものではございませんので、 食品には該当せずに軽減税率の対象外10%という区分けになります。以上です。神君あ、あのお酒はこれあのちょっと問い合わせたら10%っていう,ふうに最初答えられたんですけど、今8%っておっしゃいましたよね。整理されたんですか。矢野審議官、はい、はい。あのお酒そのものは。 先ほど冒頭に申し上げさせていただきましたように食品表示法の中でもお酒は外しているわけですけれどお酒として販売される時点では軽減対象ではございませんしかしながらその原材料としてのお米これは人が口にする食べ物として作られ卸されという形になりますのでその時点で事業者としては人の食用に供するもの という整理ですので、その時点で軽減税率でございます。神、あのいろいろ聞いてるとね、すごく複雑なんですよね。それであの来年4月からお酒に関わる消費税がまああの10%って最初お聞きしたときそういうふうにおっしゃってたんですよね。それでお酒といってもあのいろいろありますよね。日本酒もあれば焼酎もあるし、それから各地で作られている地ビールもあるし。 それかブドウ酒もありますしブドウ酒はブドウ酒になるものもあるしブドウのジュースになったりもするわけですよねだからいろいろでそうするとすごくこう、種類によって違ってくるってことではあの経理は複雑になるんじゃないかなっていうふうふに思うわけですそれで今のちょっとね、例を実はの資料をせっかく出しましたので見ていただきたいんですけど、経で税率が与える負担混乱っていう方の表を見てください。 えっとですね、それであの出荷のところを見てほしいんですけれども、食料品なら今、説明あってに8%で、飼料用、観賞用の花、それから工業用ペットフーズなんかだと10%、で酒類は、まあ、ちょっと今、いろいろ話があったんですけれども、ちょっとよくわからきの能時点でよくわからなかったので、クエスチョンにしましたで、そこでですね、来年4月から導入される軽減税率。 でその後、実施されるインボイスによって、農家が行う経理や事務負担が増えて、作業時間も増えることになると、で場合によっては、新たな機材を、いろいろ計算をね、やるためにも、機材を購入しなきゃいけないとか、あるいは人材が必要になるんじゃありませんか、これ、農水大臣にお聞きします。奥、えー、原経営局長あの先ほどど大臣からもも答えいたたししまましけれれこの軽減税率制度が導入されますと あの今、財務省の答弁にもございましたように、どの品目が8%なのか10%なのか、これはやっぱりきちんと確認をして、それに即した経理をするということが必要になってまいります、そういう意味で事務負担は多少増えるということに当然なるかと思いますけれども、これにつきましては、これ、農産物だけの話では、彼女もございませんが、財務省、中小企業庁との関係省庁、あるいは業界団体とも連携をいたしまして、 この軽減税率制度の周知徹底を図るということ、それから相談窓口をきちんと設置をするということ、それから講習会も実施をいたしますし、巡回指導なり、専門家の派遣等のサポート体制の整備もいたします、そこは必要な場合には、この自発注システムの改修等への支援と、こういったことも予定をしておりまして、制度の円滑な導入に向けて対処してまいりたいと考えております。上智子君い、まあ、いろいろ今対応 対処していきたいという話なんですけど、やっぱり事務量は増えるということですよね。事務量増えるし、やっぱり人材も必要なんじゃないかと。そこはちょっと確認しますけど、そうですよね。岡原局長。あの定量的にどのくらいかということを弾いているわけではございませんが、まあ従来に比べてあの手間がかかるというのは事実だと思います。神、はい、智子君。そこでもう一度ですね、今の表を見てほしいんですね。 で仕入れのところなんですけれども、えー、種子、肥料、燃料、それから梱包するための材料など、仕入れには10%の消費税がかかりますで、次に出荷のところを見てほしいんですけれども、食料品は8%とで、農家はです、ね、自分でこの販売価格を決めるのは困難ですから、消費税を価格に転嫁できるかどうかということが出てくるわけです、で仕入れ段階で今まで8%だったのが10%に上がると。 つまり消費税率が2%上がった費用をです、ね、これ、価格に転嫁できなければ、農家の手取りが減少するんじゃありませんかね、これ、農水大臣にお聞きします。森山大臣あの。転嫁できなければ、亀委員おっしゃるとおりだと思いますがあの、免税事業者であっても、仕入れや諸経費の支払いにおいて、消費税を負担をしておりますので、この分は転嫁をする必要があります。 したがって取引先が免税事業者であることを理由に消費税の転嫁を拒む場合は消費税転嫁対策特別措置法の転嫁拒否に該当することになりますのでこのような場合には内閣府や農林水産省の転嫁等相談窓口に通報していただければ消費者税の転嫁を拒む事業者に対して 調査指導等を行い改善を求めることになると考えております。まあいずれにいたしましても必要な消費税の転嫁が円滑にできるように十分留意していくということが大事なことであろうと思います。河本文子君。なかなかちょっとつ伝わりづらいかなと思うんですけど、あの昨年の米価はですね、生産費を大きく落ち込んで赤字だったわけですよね。で収入は減っているのに、まあアベノミクスで。 生産コストや仕入れの価格は増えているとで消費税を10%に引き上げて増税分を価格に転嫁できなければますますこの農家の手取りが減る可能性があるとです、ですからね、そのやっぱり現実ですね、現実をよくつかんで、本来あのだったらもっと実効性のあるですね支援策が必要だというふうに思います、それからもう一度財務省にお聞きいたします。 あの事業者免税店制度というのがありますが、これはどういう制度なんでしょうか矢野審議官。はいえー、事業者免税店免税免税制度につきましてですけれどもお、中小事業者の事務負担に配慮するという観点から、前々年、または前年度の課税売上額が1000万円以下の事業者につきまして、消費税を納める義務を。お 免除する制度でございます神君あの、まあ、課税の売上高が1000万円以下の事業者です、ねえー、は消費税の納税を免除すると、で小規模な事業者の事務負担や、えー、税務、執行コストを軽減するという制度だというふうに理解しています、それで次にです、ね、その仕入れ税額控除なんですけれども、 この課税事業者が売上げにかかったとされる消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引いて納税額を決める仕組みですよね、それで財務省にお聞きしますけれども、インボイス制度の導入で、取引先が仕入れ税額の控除を利用するためにはえ、農家にインボイスを発行してもらう必要があるということになるんでしょうか。い 適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度につきましては、売上税額や仕入れ税額につきまして、適格請求書の記載通りに計算をしていただく必要がありますので、課税事業者のみが適格請求書を発行できる仕組みということになってまいりますので、従いまして、あのご指摘のとおりでございます神智子君。 取引先が仕入れ額控除を、えー、仕入れ税額控除をやりたいときには、農家にインボイスを発行してもらわなきゃいけい発行してもらうことになるということですよね。矢野審議官基本的にはそのような形になりますけれども、ただ、あ農業に関しましてはあの、農家の方が農協を通じて農産物を販売する場合につきましては、 農協はどの農家が生産したものであるかということを、区別することなく、農産物を取りまとめて販売をしておられますので、農家が自ら生産した農産物の買い手を特定して、いわゆるインボイスをお渡しするということができませんので、そういう流通プロセスの問題があること等を踏まえまして、農協が発行した請求書等の保存があれば、買い手側、買い取った側は、仕入れ税額控除ができるということで、 えー、個々の農家があ発行する必要を免じているということになっております神君ちょっとね農協の話はまた後でやりますから <laughs> 先へ先へと言っちゃう <laughs> それで、えー、と仕入れ税額控除の要件ですけども現行の制度では免税事業者からの仕入れ,、えー、仕入れ税,税額控除っていうのはあの現行では可能になってるんだけども インボイスを導入した後は、免税事業者からの仕入れ額控除というのは不可能になってますよね、それで農水省から免税事業者の数をお聞きしております、で2010年の農林業センサスの集計ですけれども、農業者数168万人、課税業者は約そのうち13万人ですから、免税事業者との約約155万人、農業者全体の92.1%が免税業者と。 いいうことになっていますそれでインボイス制度が導入されたら全国に155万人もいる免税事業者がどうなるのかとでその表のもう1枚目のところを資料を見てほしいんですけれどもインボイス発行できるのはというあの表示の資料ですけれども、えー、上段の方を見てください仕入れ額、仕入れ税額控除を利用する取引先からはインボイスの発行を求められると。 でそうすると免税事業者であるのをやめて、課税業者にならなきゃいけないというふうに思う人たちも出てくるとで、次にですね、図の下の方を見てください、免税事業者であり続けるということになると、インボイスは発行できないので、取引先からは仕入れ額控除ができないと言われて、道の駅においても商品取引から排除される可能性があるんじゃないか、こういうことが起こり得るんじゃないですか、農水大臣。 岡原局長あの今財務省からもお答えございましたが、このインボイス制度が導入されますと、うんえー、免税事業者からの、まあ、仕入れにつきましては、仕入れ税額控除ができないということに基本的になってまいります、えーまあ、そういう観点で、今、先生からご指摘ございましたように、えー、免税事業者が取引上不利になるのではないかと、まあ、こういう懸念の声があることは承知をしております。ししかしながら この免税事業者の方が、まあ、消費者に直接農産物を販売する場合、要するにこの場合はこの図でいきます取引先のところが消費者でございますので、指、えー、令税額控除を提供するという場面がございませんので、えー、特段の不都合はございません、えー、それから取引の相手方が簡易課税の事業者ですとか、免税事業者の場合には、あこの指令税額控除の問題が発生をしないと、まあ、こういうことがまずございます。 で、それ以外のケース、例えばこの免税事業者の農家の方が、小売業者に直接売るですとか、あるいは外食産業、あるいは食品メーカーに直接売るということになりますと、こういう議論が出てまいりますけれども、そこにつきまして、今般の税制改正法案の中では、免税業者が農協に委託をして農産物を販売する場合、ここにつきましては、農協などが代替発行した請求書によって、相手方の方が税額控除ができるという仕組みを作っているところでございます。 それからさらに、この軽減税率の導入からインボイス制度の導入まで4年間の準備期間がまず設けられておりますでしかも、このインボイス制度が導入されてから6年間の間は免税事業者からの仕入れ額にかかる消費税相当額の一定割合を 控除できるという経過措置が設けられております、えー、まあ最初の3年間は80%相当の控除が可能で、えー、その後の3年間は50%の控除が可能でございます、えー、4年間の準備期間があって、まあ、その後六6年間経過措置でございますので、えー、合わせますとこの10年間の間はこの免税事業者の方は自分の経営を考慮して、えー、課税事業者を選択するかどうか、まあ、こういったことを判断できる、まあ、こういった時間があるわけでございます いずれにいたしましても農林水産省といたしましては現場が混乱しないように相談体制の制度整備あるいは制度の周知徹底これに努めてまいりたいと考えております神君あの。JA がです、ねまあ、その取引先が JA なら問題ないということで、まあ、JA が7割だとしてもです、ね、この JA がインボイスを代行発行する代理発行するだけですから JA の事務負担は膨大になるということがあるわけですよね。 それから JA と取引していない農家もあるわけですよ、でそういうところは影響を受けることになるというふうふに思いますで免税事業者がです、ね、商品取引から排除される可能性についてあるんじゃないかと聞いたんだけども今のいろいろとこのそのならない対策という話があったんですけどあの排除される可能性は絶対ないと断言できるんでしょうか、農水大臣。原局長 あのまず JA の負担の方でございますが、まあ、現在でもこういった仕事は、まあ、JA ではやっているわけでございます、えー、まあ今後もこのインボイス制度が導入された後も、まも、あ、それと同じことが基本的にはできるということでございますんで、えー、今回の制度に伴って、まあ、追加的に腎負担が特に大きくなると、まあ、いうことではないんではないかなというふうに思っております。それからもう一つあの農協に委託しないでですね えー、この免税事業者の農家の方が、まあ、直接販売するというケースは、まあ、これは一定程度あるわけでございます、えー、で先ほど申し上げましたようにこの方々が直接消費者に売っている場合、えー、例えば直売所ですとか道の駅あるいは山直で直接宅急便を送る場合も含めて、えー、消費者に売る場合にはこの私立税額控除の問題はそもそもございませんので、えー、そうしますとこの免税事業者の方がこの取引先の方からです、ね、相手にされるかどうか、まあ、こういう議論が起こってくるのは この農家の方が小売業者の方、あるいは外食メーカーの方、あるいは食品メーカーの方、まあ、こういったところに販売する場合に限られてくると、まあ、こういうことになります、えー、まあこれはの、センサスの調査の結果によりますと、この小売業者ですとか、あるいは食品メーカー、外食産業のところの数字で、まあ、大体1割弱と、まあ、いった形になっておりますので、この1割弱のところにつきましては、この10年間の経過期間の間にですね、 課税、えー、事,事業者を選択するかどうかよく検討していただくとこういうことだと思っております、はい主君断言できるんですかって聞いたわけですけどやっぱりそういう影響があの可能性としては、ね、残っているということですよね絶対そんなことありえないとは言えないわけですよねそこは確認しておきたいと思いますそれでこの制度というのは品目ごとに税率や税額や事業者番号を記載する必要があると で農家は複雑な経理が求められて、事務が膨大になりますで、免税事業者であり続けるならば、取引先の,、えー、その商品取引から排除される可能性もあると、でこういう混乱が発生するということをあの非常に懸念に思っているわけです、それで改めて聞きますけれども、軽減税率というのは、小規模事業者や農家にとっては恩恵があるんでしょうか、えー、質疑時間が来ておりますので、簡潔にお答えを。 えー、岡田局長あの、まあ、軽減税率制度はあ、これは農業の観点というよりも、税制そのものの問題として、まあ、検討されて導入されるということになったものと考えておりますので、えー、そういう観点の議論は特にしておりません。あねはい、この後ままた続きります終わります